株式会社鉄人化計画は、東京都目黒区に本社を置き、カラオケボックス、カラオケの鉄人や飲食店などを経営する企業。東証二部上場。主力業態として、カラオケボックス、カラオケの鉄人を、東京都、神奈川県を中心に、千葉県の一部にも出展している。略称は、カラで、テンポロゴでは、カラテズと綴っている。 駅地下でカラオケをキャッチフレーズとし、1号店の溝の口店以来、駅前や駅近くに出店するレールサイド戦略をとっている。その他、2019年以降は、積極的な事業買収により、外食事業、ネイルサロン、結婚式場などの事業を拡大し、カラオケ事業以外では、関西圏、中京圏への進出を果たした。 創業者の日野洋一は1967年生、北海道大学法学部卒。バブル崩壊後の1996年に、日本長期信用銀行を退職し、愛媛県の実家の会社勤務を経て上京をし起業した。実家の日野家は、日野木助が築いたパチンコチェーンの一族。ネットプライス元社長の佐藤明礼はいとこ。 1999年にカラオケ店等の運営を目的として東京都目黒区中根で株式会社鉄人化計画を設立。2000年に溝の口駅、武蔵溝の口駅前にカラオケの鉄人1号店となる溝の口店を出店した。翌2001年には本社を渋谷区桜川丘町へ移転している。2002年8月には 独自のカラオケ統合システム、鉄人システムを開発して、カラオケの鉄人に導入した。2004年には本社を再び、目黒区中目黒へ移転、同年7月には、東証マザーズに株式上場した。また他社と比較して早い時期から、アニメ、ゲーム、声優といったサブカルチャーとのコラボイベントを頻繁に行っていたのも特徴である。 日野洋一は2011年に資産管理会社ファーストパシフィックキャピタル有限会社を設立し、同社が鉄人化計画の筆頭株主となった。日野はアカデミー・オブ・ファーストパシフィック代表、シルバーバックス・プリンシパル代表、日本遊戯関連事業協会理事などを務める。経営面では、旧経営陣が本業のカラオケボックス事業よりも新規事業であった。 tr プロジェクトに変調したため財務状況が悪化し、これらの要因により2017年8月期で、純資産が約16億円から約1700万円に大幅に減少していた。2017年8月に開催された臨時株主総会で、創業者の日野による独断的職務遂行の取締役の解任と、 当社のための当社生え抜きの社員による経営の回帰の道義により、当時の代表取締役社長であった、堀健一郎と取締役4名の旧経営陣を解任し、代わって、岡崎大輔を社長に就任させた。翌2018年8月期第1四半期と第2四半期は、純資産において、債務超過状態となっており、財務状況を立て直すため、 2018年5月8日に、ファーストパシフィックキャピタル、エクシング、第一交渉の3社に対して、第三者割当て増資を実施した。これにより、エクシングと第一交渉が、第二株主となった。その後は、カラオケ以外の業態への多角化を図り、飲食店、ブライダル、美容業界などに事業を拡大していく。2019年には、 キュレーションサイト買収によりウェブメディア事業を強化すると、共に、大阪、南波の結婚式場、8G、ホリエリバーテラスウェディング買収により関西進出、まつげエクステネールサロン、リッチス事業譲り受けにより中京圏へ進出し、首都圏以外へ営業拠点を拡大した。2020年に入っても、外食事業の拡大は続き、 京都市の外食企業ゴリップの基幹ブランド、牛かつ京都価値牛の FC 店を、ヨドバシカメラマルチメディア横浜内にオープン。首都圏で店舗展開するラーメン店、直久の事業を譲り受けするなどしている。2020年8月期は、新型コロナウイルス感染症の影響などにより15億8000万円の最終赤字となり、売上高は55億3200万円。 営業利益は8億1500万円の赤字、当基準利益は15億8000万円となった。同社では、自社で独自開発したカラオケ統合システム、鉄人システムを2002年8月より店舗に導入している。2005年には、中小規模の店舗に対応したミニ鉄人システムを開発して、カラオケの鉄人飯田橋神楽坂店に導入すると、 同時に、鉄人システム専用のカラー液晶タッチパネル式、リモコン、空鉄ナビを開発、導入した。鉄人システムの共同開発、製造は、子会社の株式会社システムプランベネックスが手掛けた。これにより、一つのルームで、ダムジョイサウンド、ウガの3機種のカラオケが楽しめることを、売りにしている。これに加えて、空鉄オリジナルと称する独自音源にも対応する。 一時期は、韓国の金久子製の通信カラオケ、KMSA100 に対応していたこともある。類似のカラオケ統合システムとして、パセラなどが使用するシグマシステムがあるが、鉄人システムでは、複数の機種に同じ曲が収録されている場合にも、機種ごとに別の曲コードが振られているため、機種を指定して曲を選ぶことができるのが大きな違いである。 なお、動作原理は、シグマシステムとほぼ同様のため、混雑時などは予約した曲順が前後したり、予約曲再生に、待ちが生じる場合がある。2018年より、室内に、ライブ、ダムの筐体を設置した、ライブダムルームを導入開始。同年3月には、ライブダムゴールドエディションを、渋谷センター街店、飯田橋かぐら坂店、大井町店、鎌田店、 両国駅前店、竹の塚店、溝の口店、船橋店、松戸店、戸店元屋田南口駅前店と、東京都区内、神奈川県、千葉県の10店舗に導入。同年10月にはさらに、東京都区内と神奈川県の15店舗に導入した。カラオケの鉄人では、東京都区内の鉄道駅付近に集中して、出店する、トミナント戦略を取っており、店舗の多くが、 渋谷区、港区、新宿区、豊島区に所在する。また、渋谷駅、新橋駅、新宿駅、池袋駅といった都心のターミナル駅に複数店舗を出店しているのも特徴である。こうした都心ターミナル駅周辺へのドミナント出店とレールサイド戦略は、同じく統合カラオケシステムを特徴とするパセラとも共通する。他社のカラオケボックスに多い郊外型。 ロードサイド店舗の出店は少なく、郊外店舗もいずれも駅前に位置している。都内でも多摩地域には、姉妹店、カラオケ YA 高尾店、漫画喫茶、アジールエッセ高尾店を含めて、八王子市に3店舗しか出店していない。かつては、JR 町田駅前などにも店舗があった。また、成績桜ヶ丘店のように閉店後、ビッグエコーが居抜き出店した店舗もある。 神奈川店の店舗も川崎市、横浜市に集中しており、それ以外は不採算店舗の整理で閉店し、中央林間店のみが残っている。2020年2月10日には、新店舗として、秋葉原昭和通り店がオープンした。千葉県にも、わずかに出店しているが、松戸駅前に隣接して2店舗あった店舗は2020年に、いずれも閉店し、松戸市から撤退した。 松戸アネックス店は前年の2019年3月19日にオープンした同社発の飲食店コラボ店舗で店内で赤からのメニューが注文できるというコンセプトであったが同じビルの上階に飲食物持ち込み自由が売りの格安カラオケ店招き猫があった上2019年末からの新型コロナウイルス感染症流行の影響でカラオケ 飲食店が共にダメージを受けた影響が大きく、早々の撤退となった。これにより、千葉県内の店舗は、船橋店と、元谷渡南口駅前店の2店のみとなった。かつては、埼玉県にも出店しており、大宮店や四季店などがあったが、郊外店舗を中心とした、不採算店舗の整理により、いずれも閉店し、埼玉県からは撤退している。 人からの鉄人2012年9月からカラオケの鉄人下北沢店に併設する形で人、ら専門店、人からの鉄人を運営していた個室にミキサーやコンデンサーマイクを備え付けヘッドホンを接続して利用するという他社の人、ら専門店に類似した方式であった人からの鉄人でも単独機種設置ルーム以外に 鉄人システムに接続され、複数機種に対応していたルームも存在した。また、人からは、エクシングの登録商標であるため、店内の随所にその旨が明記されていた。ワンカラなど、他社の専門店は、人からの商標使用料回避のためにおのおのことなる、名前を使用している。人からの鉄人業態は、下北沢店のみであったが、 2018年3月31日をもって閉店した。その後もカラオケの鉄人下北沢店は営業を続けていたが、2021年1月10日をもって閉店した。ありがとうございます。